防潮堤も前から来るように力が前からの力には耐えられるようになってますけど、引き波で後ろから来た力には耐えられないんですね。ですから第3波の津波が来た後に防潮堤はことごとく破壊されました。お気づきでしょうか。こっからここまでコンクリートでできた岩壁があったんですよ。最初の映像にはあったんですね。今もうなくなってますね。コンクリートの構造物なんて簡単に壊れるんですよ。今こうやってもうほとんど海の底が見えた状態ですね。完全に海の底見えてますね、これ。そうすると次の第3波というまた大きいのが来るという証拠なんです。でまた第3波が来てるという。ここは全て住宅密集地でした。一軒も残りません。この地域は440家があって残ったのはたったの6軒だけです。止めていいです。はい、では電気をつけていただいて。ちょっとショッキングだったでしょうか。こういうのをずっと見ていた被災者は PTSD って皆様聞いたことがおありになりますでしょうか。心的外傷ストレス障害というふうに申します。心に傷がついたということですね。手や足の傷というのは時が経てば治ります。しかし心についた傷というのはなかなか治りませんと同時に、いつ症状が出てもおかしくないということが言えます。その証拠に3年経ちました昨年の7月7日に PTSD のために私は心臓が80秒間止まりました。突然です。何の前触れもありません。突然心臓が止まりました。本当にそのまま動かなければ危なかったという状態になってしまいました。しかしその後に心臓が動けば、あとは体は何ともない、心だけの問題ですね。私が PTSD になったのは自分でこういうのを見たからだけではありません。実際避難所だったがために、多くのマスコミの方がおいでになって取材だという形でいろいろ話を聞かれました。聞かれるたんびに一から思い出して言わなければいけませんでしたので、何度も何度も思い出した。その結果心に PTSD という傷がついてしまったと。普段は何ともないようですけれども、いつどこでどういうような症状が出るかわからないということです。7月7日に心臓止まった時も青森県に仕事のために出張をして、その先で突然
心臓が止まり意識を失って倒れました。そういうのが被災地の方々には多いということをどうぞご理解ください。今の映像で見た通りですね、必死に逃げる車や人々、何の罪もない人々を黒い海が飲み込んでいきました。映像ではカットいたしましたけれども、お寺に向かって来るように流れてきて崩れ落ちた2階建ての建物がございました。最初の映像の時にこれ2階建てなんですよって私が言った建物です。あの建物にはどういう人がいたかというと、2階の窓にですね、おばあちゃんが手を振っておりました。おそらく境内で鈴なりになっている人に向かって助けてと言ったはずです。がしかし津波の音ってすごい音でしょう。声など聞こえようがありません。その姿を見てみんなで、横にいた人もですね、ばあさん早く来い、そんなところにいるなと大きな声で何度も何度も叫んだんです。しかし声が届かなかったようで、そのまま津波が来たらば2階の窓から手を振ったまま家ごと流されて、そしてあそこにあたりにこう崩れていったんですね。本当の映像には手を振っているのは映っているんですけれど、あまりにも衝撃的だということで、カットさせていただきました。ああやって家ごと流されて、そして亡くなっていく、そういう方々が多かったということです。車ごと流されていく人たちや、避難所である私の寺にめがけて走ってくる人たちが横からの津波であっという間に流されていく光景など、まさに地獄絵図です。当山の門前には多くのご遺体が流れ着いておりました。2歳の男の子や中学1年の女の子を見たときには、この子たちに一体何の罪があるのかと憤りさえ覚えました。高台の寺からただ傍観するしかないというのは、恐ろしくも辛く悲しく悔しい思いがいたしました。当時天罰とおっしゃった知事さんがいらっしゃいましたね。皆様がいる東京都の知事でございます。なぜ私たちが天罰を受けなきゃいけなかったのかと私には分かりません。避難者の一人が言った言葉がですね、神も仏もないのかというふうに言いました。その叫んだその言葉を私は聞いてですね、お坊さんですから本当はそんなことないって言わなきゃいけなかった。だけれども心の中では神も仏もないという言葉にそうだよなというふうに私は思ってしまいました。でも神も仏もない、その言葉がですね心に染み付きまして、それが我を忘れていた僧侶としての自分を目覚めさせてくれたのではないのかなというふうに思っております。大津波を告げる防災無線とけたたましい警告のサイレン、境内を振り返ると避難してきた人人人であふれておりました。消防団の話では1200名を超えていたそうです。そのすべての人の目が津波に注がれまして、誰かれなく発した言葉は止まってくれ止まってくれと、そういう言葉です。津波は波が打ち寄せるものではなくて巨大な水の壁が打ち当たるものです。ゴーという波とも水とも思えないような雷州の音、次にはドーンという建物にぶつかる音、そして、黄土色の水煙、それがあると津波の到達地点が分かるわけです。ですからその水煙を見るたびに前述の止まってくれという言葉が出るんですね。